おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ今日のテーマはね、そうですね、今年の稼ぎ方ぐらいにしときましょうか。まあ去年もいろんな稼ぎ方があって、私はまあその中のね、何点かにフォーカスしてやってきたわけなんですけども、当然ですけども今年は今年でですね、まあ特に年が変わったからというわけではないんですけども、やっぱり新しいことも考えていきたいなというところもありますし、年が改まると、私の場合のはね、家族も増えましたんで、まあ、新しいルートを作っていかないといけないかなというところでございます。まあその中でね、絶対に外せないのが YouTube なんですよね。 YouTube ってのはスキルに関係なく誰でも始めることができるんですよ。それで始めれば必ず効果が出て、そこから自己学習ができます。自分で学ぶことができるんですよね。今 YouTube を見たことがない方ってほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、でもね、 YouTube を発信することがないっていうのが非常にもったいないかなと思います。発信すれば必ずそこにですね、自分の稼ぎの道っていうのはできるわけなんですよ。開かれるわけなんですよ。いきなり収入にはならないと思いますけどもね。まあ論より証拠ですけども、2ヶ月ほど前に知り合った花屋龍馬さんって方はね、今もうすでに収入を上げ始めてますよ。やっぱり2020年からはニートになるぜみたいなことをしてね、仕事を辞めたらしいんですけども、仕事を辞めてもちゃんと暮らしていける収入にもうなってるわけですよね。チャンネル登録者数も確か600人ぐらいになったかなと思います。私が知った頃っていうのは200人いなかったぐらいだったと思いますけども、まあこういうふうになっていくんですよ。毎日動画を上げて、そして工夫してですね、新しいテーマとか問題解決をその中に設けていくっていうことで、信頼を集めてファンを作っていくってことができるわけですよね。やっぱりその20代のね、若者がこれができるわけですから、人生経験豊富でいろんなね、酸いも荒まいも見分けたような40代50代の方っていうのは、まあね、結構そういうのは得意だと思うんですよね。スマホさえあれば別に放送もできますんで、活用していきたいなと思います。で、次が FX ですね。 FX は投資の世界に入ってきますので、まあ基本的な学びっていうのは必要ですけども、ここ2ヶ月間ですね、私の動画を見るだけで買ってる人も結構出てきて、まあお礼のね、レターをいただくようになりましたんで、FX 全く興味がなかったけども、久保さんの動画解説を見てると勝てるかもしれないと思って、用語の解説の方から分かるように、いろんなのをね、検索して、専門用語を少しずつ学んでいきましたと。で、実際に、講座を作ってログインしてみると、まあ、久保さんは予測解説をして、そのためのリスクヘッジも教えてくれるんで、すごく安心して取り組むことができて、わずかなんだけども勝つことができていますっていうのね、そういう方が出てきてね、嬉しいなと思いましたね。私はやっぱりそんなにね、たくさんの手法を使ってるわけじゃないんで、初心者の方向けだと思います、私ので。とりあえずは負けないようにやっていきたい方は、私の動画ずっと見とけば、とりあえず負けの確率はすごく低くなるんで、まあ大勝ちはできないですけどね。でもまあ4対6を目指して6割勝って4割負けて、その差額の2割で、月収ってのをね、副業収入ぐらいには、まあ、毎月5万とかにはなっていくと思いますんで、作っていければなと思います。まあこれが2つ目の稼ぎ方 FX ですよね。でまあ3つ目がですね、最近私が始めてまだ実績何も出てないんですけども、例のね、番外編でお伝えしてるカジノの案件ですよね。これもね、昨日から稼働させて、もう早速利益が出てますんで、ずーっと利益が出るんですよ。放置なんですよね。だからこういうの、放置のやつを1個ぐらい持っとかないといけないなと思います。で、カジノの案件はまだね、水物なんで、何と言えるかわかりませんけども、残りの台数があんまりないんで、今ね、お申し込みっていうかね、参加したいですって方が何人かいらっしゃったんですけども、一人に1台回すのがやっとかもしれませんので、こちらの方はすいません。すいませんけど、今の方、だけになるかもしれないです。今日以降お申し込みっていうかね、ご希望いただいても、そのご期待に添えない可能性がありますので、申し訳ありませんけども、一旦ね、ここに今メモで書かせていただいた方のメモで書いた順番、要するに私の方に連絡いただいた順番で決めさせていただきます。どうしてもなかった場合はね、すいませんけどよろしくお願いします。まあ、ということかなと思いますよね。で、去年の稼ぎ方で、去年稼げてるものはそのまま続けていくか、どっかで利確してやめるっていう決断になりますけども、去年稼げなかったものについては、ただやめるんじゃなくてね、なんでそうなったのかっていう検証をして、それを書き取ってですね、自分の必勝法という、そういうふうなノウハウに一つずつ積み重ねていくなり、YouTube で喋るなりしていくのが、失敗資産っていうものの捉え方になると思います。私もですね、行動の結果うまくいかなかったものがたくさんあるから、今選択肢がものすごくね、シャープ、すごく選別しやすくなってるんですよね。やっぱ失敗の繰り返さないことですよね。なんで失敗したのか、リスクエッジがないから。
なんでお金に困るのか、やっぱり余剰資金でやってないからとかね、いろいろあるわけですよ。なんで騙されちゃったのか、知識不足だからなんですよ。どんな騙しの手法があるかっていうのを知っておけば、あ、このパターンできたらなんかあやふやだなってことがわかるんですよね。で、全ては自分の裁量から起きてることなんで、自分の力量で起きてることなんで、何かね、ネガティブなことが起きたとしたら、それは自分の捉え方とか解釈の仕方がそうだったんだろうなと思った方が次につながるかなと思います。あいつのせい、時代のせい、誰かのせいってやってる限りは自分の中で改善がね、行われませんからね。だからもうやられ続けていくってことになっちゃいますから、悔しいですよね。まあ今回はそんな形ですか。今日はちょっと三味線の発表会がありますんで、リーデンローズの方に行ってまいります。それではもうすぐ準備しますんでね、着物を着て行きます。じゃあ行ってらっしゃい。